川県のね、坂出北に来ました。で、ここはね、岡山、瀬戸橋ですね。瀬戸橋がもうすぐそこにあります。今回はね、この瀬戸橋を渡っていこうかなという思います。小島まで行きましょう。帰ってきた入り口、工事走行中、ここ一般ですな。じゃあ始まります。時刻はね、4時手前、3時56分でございます。で、昼間は瀬戸橋のが見えるんですけど、見えるというか、あのね、橋のなんていうんですか、ちょっとなんて言ったらいいかわかんないですけど、見えるんですけど、夜は、ライトアップしてる時もあれば、まあ時間帯によってはその今みたいに見えないということなんですよね。昼間だったら本当にあの大きな、なんか橋の一部、なんていうんですかね、ちょっと名前が出てこないんですけど、見えるんですよね。で、今ね、ちょっとね、この映像には映ってないんですけど、右手にね、坂出の、コンビナートかな、工業地帯かなが見えます。あれ、こんなにもう深夜でも活動というか、機能してるという、普通にもう煙突から煙が、出てますね。ちなみにね、なんかこの坂出の海のあたりはなんかね、いいタコが釣れるらしいですよ。僕も一回行ったことあるんですけど、まあ、釣り酔い、まあ、ちょっと時期が悪くて、いいタコは釣らなかったんですけど、時期が良ければいいタコが、釣れるということですよね。まあ、このね、瀬戸内海、岡山と香川の間、一回ね、釣り行ったことあるんですけど、タイをね、釣りに行きました。
で、まあ半日だったんですけど、まあ鯛2匹ぐらい釣れましたね。結構大きいやつ釣れました。まあ、なんかそんな感じで、住んでるわけなんですけども、あともうちょっとしたら見えるかな。今目の前に点滅してるのが橋の橋脚なのかな。なんかね、わかりますよね、光ってるところが大きな橋の一部です。見えるかな。めちゃくちゃ大きいんですよね。でこの瀬戸橋が、まあ、できる前は基本的にはフェリーでね、この岡山と香川を結んでいたんですけども、まあ1988年ぐらいかな、ちょっと定かではないんですけどに、この瀬戸橋ができたということで、なんだろうな、なんかやっぱ時間的にはこの橋を渡った方が早く着くんですよね。大体でも20分ぐらいなのかな。なんか そんなに一瞬でね、岡山香川行ける、まあ行けるいうことですよね。フェリーだったら1時間ぐらいかかるんですよね。でもうほんまに最近はETC でね、割引とかあって。橋を渡った方が安いんじゃないかみたいなね感じになってしまったんですけど、まあでもフェリーがね、まあ徒歩で行かれる方とか、まあ、自転車とかそういう方にとってはすごい便利だったかもしれないです。もうね、今はね、まあ船でこの高松とか、まあ、海野行くことはできるんですよね。それも、まあ、直島とか、まあ、なんか、その辺を一回、そこに行って、また降りて、また違う、高松行きとか、宇野行きの便に、乗り換えたら行けるみたいな感じなんですけど、それはもう1時間以上かかるっていうことで、なんかよくわからないような感じになってしまうんですけど、やっぱりね、皆さん、徒歩の方はもう、電車で行かれたりとか感じになっても、フェリーは本当に使われなくなって廃業してしまいましたね。はい、こちら吉島でございます。昔この瀬戸橋が開通した時にフィッシャーズマンワーフだったかな、ちょっと名前は合ってるか分かんないですけど、なんかテーマパークみたいなのがあったんですよ。遊覧船があって、で、まあ、アトラクションあったのかな、ちょっとわからないですけど、なんかちょっと、土産物コーナーあったりとか、まあ、本当に大きなテーマパークに近いような感じだったんですけど、まあ、なんか本当に県外からね、むちゃくちゃなんか来て、盛り上がってて、で、なんかその、一時はその島の人口も、結構増えたらしいんですけど、やっぱり逆に瀬戸橋ができたことによってこの吉島の人口も波がね
激しくなってきたっていうか、まあ人がどんどん入ってくるんだけども出ていく人も増えてきたっていうことで、なんかもう橋が開通してしてちょっとしてからもう人口がそれまでは500人ぐらい、まあ、いたんですけど、そこから橋が開通してなんか開通した2年後に271人ぐらい、もう半分ぐらい人が減ったんですよね。で2015年かな、もう61とかそういう感じ、あ51かなぐらいになったんですよ、人口がね。だからもう今は本当に人30人とか、まあ、まあそういうレベルなのかもしれないです。まあ、そういう感じの吉島というわけで、まあ、この他にもねいろいろ島があるんですけども、まあ、本当に似たような感じかもしれないですね。はい、もうそろそろで、もう岡山入るんじゃないでしょうか。ここまで撮影始めて11分でございます。でこのまま行くとおそらく、まあ、瀬戸橋でこの栄えてからこの小島までだいたい15分ぐらいなのかな、で着くことになります。めちゃくちゃ早いですね。今まで正確に測ったことなかったんですけど、そんなに早く行けると。まあ、ただ、ね、橋の渡るだけでめちゃめちゃ料金が高いので、軽4とか2輪とかで2900円ぐらい取られます。まあ、それだけね、設備費がすごいかかってると、設備というか、まあ、メンテナンスのね、お金がかかってるってことですね。岡山に入っております。入ってるかな、はい、でこの、この下に見える、町が下津井ですね。いつの間にか岡山に入っておりました。先に、トンネルがあります。そのトンネルを抜けると、小島の、インターになります。あと2キロです。あ、こっから岡山なんですね。こっから岡山です。もうギリギリのラインでこっから岡山でございます。岡山県倉敷市に入りました。撮影開始してから30秒でございます。あと1キロでございます。小島は集山
っという間でございました。本当に身近に行ける岡山と香川、まあ、そんな感じの、瀬戸橋でございます。あっという間でしたね。15分です。先生お願いします。2930円。先生5000円でお願いします。はい、5000円はい、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 やりました。お疲れ様です。はい、というわけで、到着しました。気をつけて OK なし、まあ、こんな感じでございます。あっさりな、まあ、感じでございましたけど、ね、なかなかでも瀬戸橋渡ることないんでね、あんまし、やっぱ料金がね、いい値段なので、まあ、またちょっと機会があれば、香川に行ってみようかなと思います。というわけで、皆さんありがとうございました。それでは、失礼いたします。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。